平野紫耀と神宮寺ゆ太が飛べへの参加を正式発表か同じ時間帯に放送される番組にファンが二の足。有名なエンターテイメント業界において大きな話題となっている滝沢秀明の新会社、飛べの動向。その中で次に目を向けているのが元キングプリンスへの平野紫耀と神宮寺ゆ太の参加の可能性である。 先週の7月2日に滝沢秀明の新会社、飛べの YouTube 生配信が行われ、元 V6 の三宅県が合流することが発表され、多くの反響を呼んだ。その発表までには、様々な示唆があり、三宅の参加が予期されていた。 その中でも、滝沢のツイッターに投稿されたチキンを食べる写真や、三宅が愛用するバングルの生配信告知などが特に注目を集めた。また、新たに三宅県のファンクラブも開設され、その動きから、飛べ、が本格的に指導することが確定した。 そして7月3日には、滝沢と三宅が新たにツイッターの音声制配信機能、スペースを使って告知を行った。彼らは7月7日の夜7時から再び YouTube 生配信を行う、と告げ、たくさんのお知らせができるように頑張るとのコメントを発表した。この発表を受けて SN、SNS 上ではファンの予想が飛び交い始めた。 多くのファンがやめジャニーたちが一体何を発表するのか、その発表を待ちわびる日々が続いている。そして今回、週刊女性では、元ジャニーズ JR のインパクトオーズ、ともとキングプリンスへの平野市を、神宮寺ゆうたの合流が報じられた。七夕の夜に発表されるのは一体誰なのか、その答えを探すファンたちは切実に期待を寄せている。 テレビ局関係者の話によれば、平野さんと神竜ジさんの合流が正式に発表されるそうです。彼らは昨年11月4日にジャニーズ事務所を退所してから、今後の活動に注目が集まっていましたが、ついに再始動となります、とのこと。この発表は金プリファンにとって大きな喜びとなるだろう。 しかしながら、その喜びに水を差すような事態も発生している。それは、金プリに残った高橋海人さんがレギュラー出演しているフジテレビ系の番組、坂上動物王国が7月7日の夜7時から放送されるという事実だ。とべの生配信と時間帯が重なるため、ファンはどちらを選ぶべきかという混乱を招いている。 繰り返しになるが、エンターテイメント業界にとって、そしてファンにとっても大きな関心事となっているのが、トベの動向である。特に元キングプリンスへの平野仕様と神宮寺勇太が正式に参加するという発表が待たれている中、どのような発表があるのか、そしてそれがどのような反響を呼ぶのか。今後の動きから目が離せない。大変お世話になりました。 最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。